まずは森下投手からお伺いしてよろしいでしょうか。さあ今日は3勝目ということで8回を投げ切りました。3安打1失点。まずピッチングを振り返ってご自身でいかがだったでしょうか。マイクが入っていないというアクシデントですね。ハツキ選手のじゃあ使ってください。すいません。連敗したので、勝とうと思ってマウンドに上がりました。まさにここ2試合はご自身にとって悔しい登板内容だったと思うんですが、今日はどんな思いを持ってマウンドに上がったんでしょうか。いやもうチームもいい流れに乗っていた中、自分のマウンドが来たので、もう流れに乗っちゃえと思って行きました。その流れに乗るピッチングで序盤3回までというのは1安打デッドボール1つだけしっかりと抑えました。立ち上がりというのはどうだったんでしょうか。よかったと思います。その投球に応えるように3回打線の援護、森下投手すごかったですね。いやもう最高です。そしてお隣にいらっしゃる羽月選手のタイムリーヒットもありました。あのヒットはどんな思いで見つめていましたか。いや昨日の夜一緒に頑張ろうねって言って寝たので打ってくれて本当に良かったです。その思いも通じたタイムリーヒットもあって、前回失点をした6回7回を抑えて8回まで投げ切りました。中盤から終盤にかけてどんな思いでマウンドに上がっていましたか。いやもう点差もあったので、もうしっかり自分の投球をしようと思って、はい、投げました。そして羽月選手にもお話を伺っていきます。マイクは大丈夫ですか。さあプロ初の猛打賞です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日のバッティング一つずつ振り返っていただきたいんですが、第1、それから第2打席は俊足を生かしたヒット、本当にカープらしいなというヒットでした。あの2つのヒットはどういうふうに振り返りますか。いやもうなんとか自分が塁に出て、後の人につなごうっていう思いで打席入りました。それから第3打席は、3回自らのヒットで始まって、そして最後満塁でまた回ってくるという第3打席でした。あの打席はどんな思いで打席に入りましたか。昨日屋上で森下さんと月を見て綺麗だねって言って、それが今日力になったと思います。今日の猛打賞で今シーズン6度目のマルチヒット、あの1試合で複数安打っていうのが目立っているように思うんですが、バッティングで何か掴んだものあるんじゃないですか。あんまりないですけど、毎日毎日が勝負だと思ってるんで、一球一球を大事にしていきたいです。さあこれでチームは今季初の3連勝となりました。そして貯金が1つ。9連戦の初戦、羽月さん大きな一勝になりましたね。はい。さあここからゴールデンウィークに向けて連戦も続いていきます。ぜひカープファンに向けて熱いメッセージを羽月選手からよろしくお願いします。毎日毎日応援ありがとうございます。僕たちも頑張りますので、これからも応援の方でよろしくお願いします。ぜひ森下投手からも一言お願いいたします。9連戦がスタートしたので、皆さんの熱い声援をこれからもよろしくお願いします。今日のヒーローは森下正人投手、そして羽月龍太郎選手でした。